金蓮寺は愛知県西尾市にある総東州の寺院。三号は清流山。本尊は不動明王。三田堂は国宝。この寺の創建年代等については不詳であるが、元は新聞修寺院光福寺の寺院の一つであったものを、略王三年、足利高氏が現在の場所に移し、昇蓮山金蓮寺と合したという。江戸時代に入ると、この地の領主で、 江戸幕府の旗本である吉良氏の木得関西年間相当州に改められた。三田堂近伝寺三田堂は、源の頼朝が三河守護、足立森長に建てさせた三河七海堂の位置であるとの伝承があるが、現存する三田堂は、頼朝の時代よりは、やや下った鎌倉時代中期の混流である。堂は片三軒寄せ棟作り、平田吹き。平面形式は、 中村寺根寺軌道に代表される一見紙面、阿弥陀堂の系譜を引くものであるが、内陣には四天柱を立てず、中心より、やや後退した位置に雷鳳柱を立て、雷鳳壁を設け、その前に、趣味岩がある。壇上には、阿弥陀三尊像を安置する。片三軒の主体部の前面一軒通りと向かって、右側面の後寄り二軒分には孫び差しを設け、 これらの上の屋根は、すがるはふとする。建物周囲にはさらに落ち園を巡らす。前述の2箇所の孫びさしのうち、右側面の部分は、小部屋とする。正面側の孫びさしは室内に取り込まれず、吹き放しとするが、外側の落ちによりは一段高く、床板を張っている。中上の組み物は船ひじきを用い、柱間装置は、正面3軒をすべてしとみ。 側面と背面は板壁、または板扉とする。たるきは、ちたるきを、しげたるきとし、ひえんたるきは間隔をあけたそたるきとする。この道は、平面は、平安期の阿弥陀堂の形式を基礎にしつつ、外観はしとや、そたるきなどに、住宅風の衣装が用いられた特徴的な建築で、東海地方有数の古建築として貴重である。木造阿弥陀如来及び両脇地蔵。 ありがとうございます。